下村陽子と申します。大阪出身で、東京に今住んでます。ゲーム音楽を作っても26年目に入りました。一つの曲を書くって決まった時に、まあ大体あの企画の人からこういう曲が欲しいでして、まあ、リストみたいなものをいただくんですけれども、いろんな風景、その独特なテーマソングっていうよりもその各国のイメージの BGM っていうのはどうでしょうかっていうお話をさせていただいたんですね。そういうなんかこうちょっとどこかコミカルなテイストが残るワールド音楽みたいなのは面白くないですかっていう話をさせてもらったら、それでいきましょうっていうことになって。I love how everyone has their theme. And they're all from like a different place, you know, in the world. So they're kind of like themed after like the location and the sound of like the music from where they're from. My favorite one, of course, was Ryu's, you know. That's because it was like, you know, fight to live and live to fight. That's what it felt like, you know. Guile's theme gets you pumped up. Ken's theme is like rock and roll because he's the dude from California. Oh, you go to China, they got the whole Chinese theme. You go to USA and it's like the American theme, you know, dun, dun, dun. You know, it's like, is this fit? My favorite probably was Blanca's theme. The Blanca theme was tight, you know, just like the way it would speed up and the progression of that shit. And like by the end of the round, it's all fast and stuff, and it's all tense in here in the jungle and shit. なんでそんなにあのブランカ好きな人がいるんだろうっていう、本当ねびっくりしてるんですけど、ブランカの曲はあのリズム最初にタンタッタっていうあのねリズムタカタンタンタみたいな、こうリズムはねすごい速いうちできたんですよ。リズムは早々できたのに、メロディーは本当に開発のもう終わりぐらいになっても悩んでたんですね。で、あの朝通勤電車に乗って、もうさすがにもうブランカの曲作らないともうちょっとやばいぞ、間に合わないぞっていうブランカのことを考えながら電車に乗ってたら、もう私ドアの外に立ってたんですけど、そっから見えるあの電車のね網棚ですけど、そこに黄緑の紙袋が乗ってて、見た瞬間にああこれブランカの色だなって思って、その思った時にあのメロディーが頭の中でいきなり流れたんですよ。タラリラリンってこう流れて、でこれだと思って、もうその後ずっともうタラリラリンタラリラリン歩きながらもずっと口ずさんで、そのまままっすぐおはようございますバーンって座ってタラリラリンって書いてできた曲がブランカの曲ですね。もうあれはあの紙袋に感謝するしかないですね。一つの頃ぐらいまでは効果音とかボイス取ったりとかも全部私がやってました。すごいね、私覚えてて感動したのが、スペインに旅行に行った時に、まあ、スペインにそのバールっていうのがあるんですけれども、外から普通に近所の子どもたちが入ってきてバーッとその一つの筐体に行っていきなり遊び始めるんですね。でスペインの子どもがドスコイって言ってるんですよ。この時はすごい私ね、なんかちょっと誇らしい気分になりました。海外の子どもたちとかが日本語をね覚えてくれるとは嬉しいことですね。そんな本当に思ってなかったです。スト2のおかげですごく自信もついたし、他の人にもその印象付けることができるようになったので、本当にスト2様々だと思ってます。